次に移ります。請願受理第5号の討論に入ります。通告を受けておりますので発言を許します。辻元達也議員。議長、辻元達也。辻元議員。私は日本共産党議員団を代表し、請願受理第5号憲法改正の発議を行わないよう安倍内閣への意見書を求める請願について賛成の立場から討論を行います。本請願は安倍内閣に対し憲法9条の改正発議を行わないよう明石市議会として意見書を送付することを求めるものであります。安倍首相は憲法9条に自衛隊の存在を書き込むこと、2020年に新憲法を施行を目指すことを表明しています。この発言に対し与党内からは慎重な対応を求める声があり、連立を組む公明党の山口代表も政権が取り組む課題ではないと牽制いたしました。そもそも憲法とは第99条で謳われている通り、国務大臣、国会議員、公務員などいわゆる時の権力者がこれを尊重し擁護する義務を負うものであります。その守るべき立場の者が自ら改憲を主張し具体的な行動を起こそうとする今日の状況は極めて危険であります。国民の中で憲法を変えてほしいという世論が沸き起こっているわけでもありません。耳障りのいい、口当たりのいい政治課題の解決を根拠に憲法改正の必要性を訴える動きもあります。例えば教育無償化等の政治課題は憲法を変えずとも対応できるものであります。憲法を改正する必要はありません。安倍首相が標的とする憲法9条は武力によらない平和不戦が根本理念であります。そこに自衛隊の存在を明記することになると最も重要な基本理念が変わってしまうことになります。民進党の長妻選対委員長も自衛隊を憲法に明記して位置づけることでフルスペックの集団的自衛権を認める余地が出てくるという考え方は問題だと指摘しています。違憲の安保法制、私たちは戦争法と呼んでいますが、これを合憲化し、憲法9条2項を空文化することで、無制限の海外での武力行使が可能となります。そうなれば、請願者が請願趣旨で指摘しているとおり、日本が海外で再び戦争できる国になってしまうのであります。北朝鮮問題など、北東アジア地域の平和と安定のためにも、今こそ憲法改正ではなく現行憲法を遵守し生かすことこそが求められます。加えてそもそも安倍政権に改憲を言う資格があるのかという問題も指摘しておかなければなりません。安倍自公政権は国民の反対の声を無視し、秘密保護法、安保法制、共謀罪と立憲主義破壊を積み重ねてきました。野党4党が共同で行った憲法に基づく臨時国会の召集要求についてもそれを無視し続けてきました。そして本日さまざまな疑惑に蓋をし衆議院を解散しました。憲法を守らない首相に憲法を変える資格が、それを発議する資格がない、これこそが多くの良識ある国民の声ではないでしょうか。以上の理由により本請願の採択に改めて賛成することを表明し討論を終わります。以上で討論を終結し、これより採決に入ります。本請願に対する委員長報告は不採択であります。
よって本請願について採決をいたします。請願受理第5号は採択することにご賛成の方はご起立願います。起立少数ご着席願います。起立少数よって本請願は不採択とすることに決しました。